はい、先日はですね、こちらの動画はですね、セミナー参加者の方向けになります。で、先ほどですね、セミナー参加者の方にですね、メールの方で、特典の方をお配りしました。特典ですね、参加者限定特典です。参加者限定特典です。こちらメールで先ほど送ったので、もし届いてないという場合は G メールで一通一通送ってるので多分届きやすいとは思うんですけど、万が一届いてないという場合は一応件名が重要参加者特典だったかな、重要参加者セミナー参加者特典みたいな感じの件名で お送りしてます。で、今回ですね、この参加者特典なんですけども、なんと昨日セミナー終わった後ですね、その大学生の子から連絡が入りまして、吉永さんと昨日セミナ今日セミナーありがとうございましたみたいで、特典なんですけど、トップバズまだやられてない方もいたので、ちょっと作り直しますみたいな、マジでみたいな、作り直してくれんのみたいな。で、吉永さんと、まあ彼夜行バスで来たんですけど、まあ、帰りも夜行バスで帰ったんですよ。で、昨日セミナー終わって夜行バスで帰って、吉永さんと朝の8時ぐらいには、今日の8時ぐらいには着くと思うん でその後すぐ動画作ってお送りしますと来ました。もう出来たてほやほやですね。だから深夜高速バス乗って8時ぐらいに、まあ、現地着いて、家着いて、まあ、着いてその後家到着してからすぐ動画撮ってくれたやつです。すごいですね、やっぱ行動が早い。非常に僕びっくりしたんですけど、で、まあ、今回の参加者特典なんですけども、まあ、見てもらいたいのが、まあ、やっぱタイトルですよね。タイトルどうやってつけてんのかな、まあ、管理画面、彼の管理画面の、映しながら、まあ、解説があるんですけど、ここのタイトルと、まあ、動画なんでね、まあ、このタイトルちょっともっと見たいっていう場合は一時停止していただければいいのかなと。で、タイトルと、あとはその、スクショですね、画面キャプチャーというかカスタムサムネイル、まあ、YouTube だとカスタムサムネイルっていうことで言うんですけど、サムネイルですね、はい。で、あとはまあ、探せないことはないかもしれない、探せると思うんですけど、まあ、その YouTube だとね、探しやすいんですけど、トップバズの彼のトップバズのチャンネル名、要は動画の内容もしっかり見たいっていう場合は、まあ、ちょっとトップバズの検索がちょっと難しいかもしれないですけども、一応管理画面を見せながらやってるのでチャンネル名もね紹介してます。まあ、もう見えるんで、だからまあチャンネル名を、まあ、そのもし見つけたら、まあ、トップバズ内でこの同じチャンネル名見つけたら彼のチャンネルなので、動画もしっかりもそこクリックして、ね、どういう動画なのかっていうのを見ることも可能なので、まあ、それも見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、あと、まあ、セミナーで彼が言ってたノウハウと、まあ、今回の特典をしっかりと学習してあとやっていただければですね、まあ、稼げないってことはまずないと思います。本当に、はい。まあ、それは、まあ、セミナー参加者の方だけにはですね、まあ、最後30分ぐらい、管理画面とか全部お見せして、まあ、そこでも生でも解説したと思うんですけど、まあ、稼げないってことは多分ないと思います、やれば。で、あとはメールの方でもご案内してるんですけど、一応彼の LINE の方をご案内してるんで、まあ、分かんないこととかあれば彼の方にご質問していただければ、まあ、僕も答えられることは答えられるんですけど、彼の方がやってます。やっぱ僕もセミナー聞いてて知識量やっぱすごいなと思ったんで、彼に聞いてもらった方が、今原稿でやってますから、ただでももうここですね、まあ、ジャンル選定とここですね、ここをしっかりとやるっていう、はい、ここしっかりやってください。あ、ね、一番難しいところはやっぱね、タイトルを考えるっていうところが、これ慣れだと思うんですよ。要はバズるタイトル、ここがポイントです。バズるタイトルの
タイトルの動向というか動きというか動向、うん、タイトルの傾向ですかね、傾向、これはですね数をこなしてって、あ、なるほどこういう感じのタイトルはバズっていくんだなっていう、この傾向を自分でこう知っていく、体験していくっていうことで慣れてきます。で、慣れないうちは最初考えたりとかするので、まああのね、ちょっと時間かかるかもしれないですけど、慣れれば、ここが慣れちゃえばもう大丈夫です。ただしこれあのどれだけ考えたとしても、どれだけ考えたとしても 100% バズるとは限らないので、まあある程度習ったことをアウトプットしてやってみて検証するってことは、まあこれ検証が大事ですね、検証。まあ彼もね、あのセミナー中よく検証っていう言葉、まあテストですね、まあ、検証用に作ったんですけどとか、まあいろいろまあセミナーでも話してたんですけど、自分でも検証どん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 していってください。いくら検証してもあの別にお金かかんないですから、うん、だからこれしてそのバズるタイトルの傾向、あとはまあバズるた、あのバズるバズるバズるサムネイルですね、まあジャンルはねもう言ってるんで、バズる、サムネイル、サムネイルの傾向ですね。これをねあの分かるともうあとはまあ大丈夫かなっていうところです。あとはまあやるだけです。はい、もうあとやるだけなんで、はい、でまあセミナーでもちょっとお話ししましたけど、なぜ彼が結果が出たのか、そしてなぜ彼が今回セミナーをしたのか、このセミナーもやる予定なかったんですよ。セミナーは彼の提案なんですね。吉田さんセミナーちょっとやってくれませんか、セミナー一緒にやりませんかっていうのは彼の提案です。だから結構、あとまあセミナー中も僕はお話ししましたけど、セミナー終わった後ですね、彼は、まあ、深夜バスで帰るわけですよ、うん、セミナー自分で人生初のセミナーやった後深夜バスで帰るわけですよ。結構ねハードスケジュールですよね。でもその確かもう僕も地獄耳でちょっと聞いてたんですけど、確か新宿に7時だったかな、17時ってことは19時までになんか新宿に行かないといけないんですよみたいななんか話してたのかな。でそれまでちょっとお話できませんかっていうことで俊英くんですね、俊英くん。だからセミナー終わった後彼は俊英くんと、まあ、この時間まで、まあ、一応ね、セミナー終わったのが5時ちょい過ぎだったと思うんですけど、彼はこのちょっとの時間俊英くんと話してました。まあ、俊英くんはあのセミナーでもご紹介しましたけど、先月の売り上げが190万です。まあ同じ塾生さんで、まあ結果すごいね、100万超えしてる塾生さんともうねアポイントを取って、まあ、そういうことやってるわけですよ。行動のスピードが速いですよね、本当に。僕知らなかったんですけど、勝手に自分でアポイントを取って、まあ今回セミナーで俊英くんが来るっていうのをね知って、勝手にアポイント、そのセミナーの前日ですね、なんかそのメッセージして、あのセミナー終わったらちょっとお話できませんかってアポイントを取ってたみたいで、まあ、それすごいなと思いましたね、うん、だからまあそういう行動のスピードですね、早く稼ぎたいんだったら、早く結果を出したい、早くを稼ぎたいっていう、まあ、セミナーでもね問いかけたと思うんですよ。10年後に稼ぎたいですか、15年後に稼ぎたいですかと。まあみんないなかったですよね。僕ネットビジネス15年やってますけど、15年後に稼ぎたいですかとか言ったら誰もいなかったと思うんですけど、ね、今すぐ稼ぎたいんじゃないですか、今すぐ、どちらかというと今すぐね、今すぐ稼ぎたいんだったら今すぐ行動するってことですね。これしかないです、これしかないです、はい、今すぐ稼ぎたいんだったら今すぐ行動しろと。で、まあ、大学生の、彼がなぜ結果が出たのかっていうと、この行動のスピードのサイクルが非常に速いです。だ今回の特典もすごいなと思いましたね。吉田さん作り直します。まあそのニーズに、ビジネスっていうのはニーズに対して供給じゃないですか。彼はセミナーをやりながら、あ、本来配る特典ってのはもうあったわけですよ。だけどその本来の特典を配っても、うん、このお客さんの知識とかね、あの現状をしセミナーで知ってニーズを知ったわけですよ。あ、お客さんは今こういう状況なのか、じゃあ今用意している特典だとちょっと、不足があるなと、じゃあ作り直そうってことで作り直してるわけですよ。朝8時に深夜で、深夜夜行パスで帰って朝8時に着いて、7時か8時に着いて家帰って、その後すぐ動画撮って僕に送ってるわけですよ。そのスピード感覚なんですね、彼が結果が出た理由って。ノウハウとは関係ないですよ、関係ありますけど、
まあ、なんで結果が出たのか、その本質はその行動のスピードです、本当に。だからもうお金稼ぎたいんだったらもう本当にすぐ行動してください。もうそれが全てです。で、彼の稼げた本質っていうのはそこですね。で、あと主体的です、彼は。だからセミナーも別に僕が提案したわけではなく、彼からの提案がありました。で、鹿児島までも彼も来ましたし、そのスピード感覚というか行動の主体性があったっていうのが、まあ、彼が結果が出た本質かなと僕は思ってますんで。はい、ということでメールの方で参加者限定で特典の方をメールでお送りしてますので、メールボックスの方をご確認いただければなと思います。はい、ではですね、先日のセミナーご参加ありがとうございました。